はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ドラミです。いや、なかなかコンボ4つが揃わずで、コンボ4つが揃った時にうまくいかないという、悲しみを昨夜は味わいました。今日はコンボ4つ早めに起こせるようにちょっとね、図鑑若干調整して、変幻自在と精密機械を取りやすい、そういう図鑑を用意してきました。まあ、ということで昨夜よかは結構うまいこといける気がする。まあ、頑張ってね、やっていきたいなと思います。まあ、東さん仕様ということで、気合い入れて頑張っていけたらなと思います。低めと緩急の筋トレね、よろしくお願いします。やっていきます。やりますか。いや、えげつなかったなマジで。とにかくね、もう図鑑調整も大変でした。まあ、やってきたんで、なんとか変幻自在等取れますようにという。サード東堂真昼削除、まあ、千賀くんはちょっとエレキのために絶対入れなきゃいけないという悲しみがあるけど、まあ、社長率が2分の1で、あと外野手が、金原削除してビクターの出現率4分の1、まあ、できればねハサミとかも削除したかったんだけど、ちょっとデータ見つからなかったんで、まあ、4分の1と2分の1ならいけるかなっていう、はい、そんな感じです。やっていきたいなと思います。なドロタツさん、どうもコンドラです。よいしょ。いや、本日もね、またよろしくお願いします。難易度は達人で、いやー、うまくいくかな。いや、もううまくいくことを信じて。ここ最近は厳選1時間の壁も全然突破できてないですからね、うまくいくように。左投げ左打ちでオーバースロー173やるか。いや、ゴンさんもどうもコンドラです。ちょっと待ってね、読み上げ機能が、あれ、ミュートになってた。いや、どうもコンドラです。気持ち新たに頑張ってあります。いやー、危険かな、危険だよ、なんだけニング飛んでんのにな。まあ、とりあえず15回抽選箱使うチャンスあるんで、そこ取っていきます。狙いの初期面としては社長とビクタ、まあ、プラス田中マサルが初期面来てたら最高かなっていう感じですかね。エレキテル社長ビクターと田中マサルじいちゃん、やっぱね、じいちゃんいるかいないかだいぶ変わると思う。心の持ちようが全然違う。あず、あずま、東、東で検索した方が早いか。ちょっと待ってね、オーバースロー173が意外と大変すぎる。まあ、図鑑も変えたんで気持ちもね変わってます。あ、ちょっとリモコン2個持ち。まあいいか、リモコン2個持ちで出ればそれでいいやね。ビクター率は高い、4分の1です。で、外野手に、外野手枠は2名、外野手枠が2つ用意されれば、まあ、確率4分の2になるんで、めちゃくちゃ高確率だと思う。あとは社長ね、社長と、まあ、とりあえずビクターと。で、田中マサルの出現率が清本とちょっと図鑑埋めてしまってるから、まあ、確率としては3分の1。まあ、でも別に清本来なく、その田中勝じいちゃん来なくても別のコンボ要員の選手が集まればもうそれで OK。 必須なのがビクターと社長、ビクターと社長がまず必須です。
だ、頼むぞ社長社長本日初出勤、しかしビクターが来ない。いや、OK、まあ大体4分の1なん、4分の1と2分の1なんで、まあ大体どんなもんですかね。10回ちょいやればまあ出てくるかなっていう。抽選箱が残ってる間に多分揃いますよ。1回は揃う、信じてます。運が良ければ 2,3 回揃う。もう初期面の大事さを学んだ。OK です。いやー、でも昨日本当もう目しょぼしょぼする中まで時間かかりましたからね。まあ今度こそしっかり揃えていきたい。社長は出始めたがビクターが出なくなってる。あとこれまでまだ田中勝じいちゃん一回も来てないですね。あれ、おかしいな。いや、いるはず。ファーストは、まあ、佐藤太郎を除いた3名。来るはずなんだよな。まあ、須田さんどうも。コン須田。よいしょ。まあ、ゴンからやけどね。またよろしくお願いします。やっていきましょう。アピール、請求、オーバー、173。左投げ、左打ち。プレステの方が図鑑調整しやすいのか。アンブローズさんどうです。まあ外部メモリーをどう用意するかかな。正直 USB 差し込むだけやからめちゃくちゃ PS4 はやりやすいですね。ただスイッチの場合もなんだっけ、メモリーカード今メモリーカードって言わないのかなSD カードか、 SD カード普通に差し込んでできると思うから、まあ、そこまで難しくはないかなとは思いますけど、確か個別にセーブデータ保存することもできた気もする。いや、藤野さんどうも、コンドラです。あ、大丈夫ですか。39度、インフル、コロナは陰性、感染症胃腸炎。いや、それも結構辛いっすよ。本当にお大事にしてください。胃腸炎っていうことで、あれやね、胃腸に優しいものをまず食べて元気出さなきゃっすね。いや、早く良くなるように祈ってます。え、MK さんどうも、コンドラスタンプありがとうございます。いらっしゃい。さあ、まずは厳選、1時間の壁をどう突破していくか。よしよしよし、この3人よ、この3人欲しかった。とりあえず1回戦タンポポ行って、2回戦に、あれ、同へ最後コントロールのコツ、これありますね。で3回戦が波動で田中勝をスカウトで当てる。アズマの方がいいかな。4回戦アンドロメダ、こっちで。あ、熱はだいぶ下がってきたんだ、よかったよかった。アルコールは控える、アルコールで胃腸にダメージを与えてしまうと辛い。まあちょっとずつ回復に向かっているようでよかったです。で、ヨヨさん、コンドラスタンプどうも。あ、バズーカ送球と球界の頭脳セット、いいっすね。こっちは精密機械と変幻自在セット、頑張りたいんだいやー、抽選箱なくなっちゃったけど、まあ来たから行くか。4回戦がアンドロメダ、東と加藤強行コンボ狙いで、
1回戦タンポポで3人コンボで、2回戦が、頑張りパワフルズかぶっちぎり大学か、頑張りパワフルズかぶっちぎり大学か、続けバルカンズ、3チームチャンスありますね。で3回戦が枠潰ししてるから4分の2の確率ある。ということで、まあ、1個抽選箱なくなっちゃったけど行きましょう。リモコンは1個、リモコン1個ってやっぱやばいよな、完全運ゲーだもんな。いや信じよう。よいしょ、育成の調子はダメそう。結構厳しいっすねこの、この東さん作成、昨夜はマジでひどかった。夕方の部も夜の部も厳選2、3時間かかりま、え、3時間かかったんかそれぞれ。遠慮よくてストライク投げた、おっとスポドケ。まあ図鑑調整してるんで、田中勝じいちゃんがスカウト来る確率は普通に高い。いやそこまで高くないけど、ある。田中勝引ければ、あとね、昨日厳選に時間かかった理由としては、あの3回戦ゴージャスブラックジャックスを狙うことによって2点差勝利どっかで必要になって、それでまた時間かかった。その反省も生かして3回戦は波動高校狙い。でビクターの出現率を上げるために金原をね図鑑から削除して、アップな。まあ、さらに確率を上げたという。2週間かかるということはない。いやーまあどうなんですかね、うまくいかないことがずっと続けば可能性はあるけど、最長が6日間。うん、稲尾さん作成が最長だから多分大丈夫だと思う。島田さんの能力は何？島田さんは結構守備力が高いですね。あと弾道も高いで、パワー C なんで、逆境丸とかチャンセとか発動すれば、まあ、ワンチャンホームランも狙えるよっていう感じかな。まあ、ホームランも普通に狙える選手です。よいしょ。ただ今回は社長さんとの、まあ、ポジションが競合してしまってるから、島田さんの出現出場機会数はそこまで高くないかな。昨日な不調だけど社長をスタメンにしてれば最後あれフェンス上部じゃなくてホームランだったのに。ライトフライ飛距離は出ていません。取ってこれで3アウトチェンジ。まあ、そもそもまず厳選が時間かかりすぎて疲労が溜まりすぎるのが良くないんでね。よいしょ、頑張っていこうか。そう、島田社長エリキだからかぶっちゃうんですよ。サードがかぶっちゃうよ。サブポジ持ってれば両方使いたいのに。打力が高い2人とも。膝元厳しいところ、サクッとツーストライクまで高く上がった。まあ、今回東ショートいけるし、戦力的にはかなりいいんじゃない。で早くも変化球1人寄って5つ。ではナイス守備。ではオリホーさんどうもこんばんはです、いらっしゃい。まあ厳選1時間の壁やと思っとるから、まず1時間以内に。1時間超えてしまったときはちょっとクリア率大幅に低下してるんだけど、それでもちゃんとクリアできるようにちょっと頑張っていきたいですね。次が4球目投げた。よいしょ。じゃあ今度はどうです。よいしょ。卓球大好きさんいらっしゃい。北見素敵な二塁打を放ちます。パワフェスチャレンジャーズ先制のチャンスを迎えます。よいしょ。初球を打ちました。ボールはライダーで宇宙からこれはヒットになります。いやまだ早いか、さすがにまだ早かった。
10点差以上でもまだ経験点マックスにならない。タッチはアウト、これでワンアウト。急がば回れっていうね、そういう言葉があるんですよ。打ちました、ファウル。慌てるとろくなことにならん。落ち着きが大事。もう源泉もそう。落ち着いて落ち着いて。よいしょ。インコース引っ張った。ヒット。もういらない選手をどんどん削除してって、その選手作成用に図鑑をね調整していけばいいんだよ。時間めっちゃかかるけど。急がば回れ。タッチはアウト。では初球は、よいしょ、初球を打った。いや無理か。センターの左にボールが、とりあえず一番スタートできる3回裏、これはナイス。0対0いいね。ヤノブキさん、どうも。この3分ありがとうございます。小原、気を引き締め。いや昨夜にね続きありがとうございます。一塁へ送る、アウト。ランナー送ってきました。頑張っていきますよ今日は。ピンチを迎えます。まあ、山谷さんもどうも、コンドレです。だね、本当にもう早くコンボをまず揃えたいで、元気なうちに、さあ次は何で来るか。元気なうちにもう、実にナイスなピッチング。ボス戦まで行きたいな。さあ島田、非常に丁寧に打席に立ちます。元気が一番大事だ。流れを払拭することはできるか。あとはイニングが飛ばないこと。まあその辺かな。体に近いところ、打った、いい当たりだ。やべ、交代。うわ、ヒットめっちゃ多かったけど真ん中行かなくてよかったです。では最後は全力ストレート内ピ。いいっすね、3回までで経験点マックスの可能性が生まれた。投げました、よいしょ、打った、痛烈な当たり。このイニングは得点しても OK。 いい、やべ、いい当たりが炸裂しています。お、ストレッチですね。ストレッチすると血行とか良くなって、体調悪い時とかいい影響出るんですかね。おっしゃ、ラッキー。えっ、カットマンへ送る。シングルはつら。三塁送球、ヒットを放ちました。いや OK。 パワーフェスチャレンジャーズ、先制のチャンスを迎えます。初球打ち、バッター、ファウル。夜中に何回も起きてしまった。内側、危ないボール。夜中でも熱出てる時とか、なんか変な時間帯に起きてしまいますよね。変な睡眠サイクルになってしまって。打ちました、いい当たり。うわ、つら。柴田とんなし。さあ打席で社長がお待ちです。もちろん勝負に出ていただきたい。さあ次の球、きたー。3回の時点で経験点マックス。1点ペナはやめろ。打席には7番バッター。エレキ、点差もあるので気負わず行きたい。これは見送ってボール。カウント1ボール1ストライク。さあ勝負してくるのか。トリプル東さんはちょっと東押しはいけないかな。3回戦ギガバイツいってる余裕ないんで、スカウトに出現したら全然あります。トリプル東ピッチャーと二遊間が東。ナレオさん高評価ポチ、コンドラ3分もありがとうございます。お、友達と遊んでくれ、楽しんでください、いってらっしゃい。まあ、とりあえずね、まあ、スカウトで東押谷君が来れば全然チャンスある。ギガバイツはデータ大好き図鑑を埋めてるから、スカウト来る可能性普通にあるよ。あ、これは、あ、打席で社長がお待ちです。社長さんこれ入るのえぐいな。センター見送った。それでは先ほど、な、1時間で1回目が覚める。今度は1時で、その次が4時。いぐいな、1時間2時間3時間。マウンドにまっすぐすぎる眼差しを向けます。 OK、 打ち上げた。これは問題、合計時間としてはある程度はあるけど、きついねそれは。ピンチが続きます。さあ島田、非常にちょくちょく起きるのが一番辛いやつや。いい当たりですが右に切れていきます。スカウト、押し屋来てくれ。押し屋ルートやまじ、東ルートになってしまう。
まあ、まずは3回戦に波動高校取って、これで3アウトチェンジ。ね、コンボ4つ揃えてからのスカウトアズマ、おっしゃ。投げました。直打ち、バッタ左へ打っていったが、これは切れてファウル。投げた。やべで。レフトへ上がった。安。取りました。これでワンアウト。打席には2番バッターが入る。やべくん、大事なところでヒットが出ない。投げた。インロー、ギリギリいっぱいストライク。シュートとカーブだっけ？市村くん。スラーブ。高く上がってます。センターへの打球。これはやられた。掴みました。これで2アウト。さあ、ビクターが社長に回すんや、ビクター。打った。一塁線。打球の角度が足らんぞ。切れていきます。シュート見送ってボール。内野正面だったらライナーアウトじゃんそれ。投げました。スラーブはボール。今度は角度高すぎ、危なっ。クリーンヒットです。さあ打席で社長がお待ちです。ランナーを進められるか。マジか。抜けた。ビクター三塁を狙う。まあ、とりあえずヒットエンドランないです。パワフェスチャレンジャー。日本ハムはもう紅白戦をやってる。早いね。ランナー用意と。ボールを二塁へ送った。二塁セーフ。合計紅白戦何試合やる予定なんだろう。大きく外してきます。まあでも若い選手からするとこてつもなくアピールチャンスだと思う。敬遠。いやー、キャンプあんま見れてないですね。なんかまた注目選手います？てか日本ハムが紅白戦やってるんやったらもう全然見たいな。よし、ナイスヒット。製作所何としても得点を。いや、モブでヒット打ってよかった。さあ、そしてバッターボックスはここまで2安打の塚本。打った。てかビクサーの打球がヒットになって本当によかった。次が4球目。センターフライ怖い。打った。レフトへの当たり、ヒットになります。紫エフェクトが怖い。えなりヒットを許す。日本ハムは万波さん以外レギュラーが決まっていない。いや、でも日本ハム本当にもう競争激しいでしょうね。打った。いい選手がめちゃくちゃおるから。モチベーションも高くキャンプ望めてると思う。監督はしっかりと見てくれてるみたいな。希望があるわ、それは。え？第4球。打ちました。三遊間のゴロ。二塁送球。セカンドフォースアウト。いや、ナイスファインプレー。あぶ。点差を3点に縮めました。さ、ここでバッターボックスは市村。初球はスポブケ。やだなこれ。パワーフェスチャレンジャーズ。外野は前進守備を取ります。第3球。とりあえず外角前進にして。うわたくそ。タンポポ製作所点差を2点に縮めました。ちょうどピッチャー返しか。得点を上げ、なおもランナー1。アンパナイス。バッターソリマチ、チームを勢い打ちました。避けろ。ライト前に出る。ライト前ヒット。いやー、またホームランか。一村三塁回ってホームへ。タンポポ製作所4点差取ってたのにな。1点を返しました。いただけません。まあ、しゃね。タンポポ製作所得点を上げ、ここからどう攻めるか。エリキも消えてる。打席には2番バッターが入ります。えなり慎重に行きたい。もうこうなると終盤にサクセスピッチャー残したいですよね。低めボール。モブを先に消耗させたい。えなり最後は三振に切って取りました。9回のバッターは8番エナリ。第1球を投げた。打ちました。初球。アリゾノ選手に目をつけている。ヒットになります。エナリ。まあ、新庄さんちゃんとこう若い選手をさ、ね、ピックアップして、この選手はいいぞって、でその選手のモチベーションを上げる天才やから、かなり期待してます。ボールはライナーで左中間へ。あ、カジさんどうも、スパチャご支援ありがとうございます。黄色スパチャ感謝です。コンドラです。アラン戦の8連敗がようやくストップ。お昼のランチ代ありがとうございます。お昼
お昼も軽くそばをよいしょ食べたぐらいですね。ありがとうございます。じゃあ明日のお昼に、よいしょ、なんかまた使おうかな。取りました、サードへ送球。これでワンアウト。打席には2番バッターが入ります。このまま引き離したい。最近昼さ、なんかこうがっつりしたものが入んなくて、あっさり系ばっか選んじゃうんですよ。ボール、カウント2ボール。第3球、そばとか、投げた、うどんとか。家にそうめんあったらそうめんも選んでしまいそうな。さよならか。アンダを放ちます。チャンスを広げています。さあビクターが圧力をかけていきます。スライダー見送ってボール、カウント1ボール。いやちょっと待ってね、ビクター頼むぞ。第3球投げました。あー待ちきれなかった。さあ勝負してくるのか。落ち着いて、まだ終わってない。チャレンジャーズ、さよならのチャンス、ワンアウト満塁。いやー外角寄りだ。いい当たりだ。これはヒットになりそうだ。不調、ミートパワーマイナス10。ボールは中継。いやあのファール持ってなかったな。あっと送球がそれた、アウト。スーパープレー。喉は大丈夫か。まあ、今日は喉の調子そんな悪くはないですね。外れた。おお。さあ次の球。アウトロー、ギリギリ。まあ、風邪引いてからだんだん良くなってますよ。3球目投げた。よーし、社長さすがパワヒ。準備はよろしいでしょうか。ビッグパワー。よかった延長戦行かなくて。ギリギリ9回まで。9回までに終わることができた。低めのコツ分かってんな、ラミーちゃん。さあ頼むよ。柴田を取らざるを得ない。野茂英雄さんからフォークを伝授された横山選手。そっか、フォーク伝授されたんか。それはまた期待大っすね。野茂さんといえば握力がものすごいえげつなかったらしい。ちょっと待って、調子マックスドリンクも手に入れてる。低め丸のコツレベル1と調子マックスドリンクをもらってからのエレキ島田社長イベント。このイベントで金徳、街道、内閣無双、そして今回リクエストだった変幻自在取ることができました。であとは筋力70点の技術50点の変化球40点。まあ精神も20ポイントもあるし、基礎経験点がかなり多い。投手作成最強のイベントっすね。 OK です。栄冠9、1年生大谷さんが日本代表に選ばれて大会 MVP 取った。金徳1年目から金徳強すぎる。ぶっちぎりか続けか頑張り。よっしゃ、ぶっちぎりセーフ。ピッチャーがエリキのみ。まあ、ここで大豪月様補強できるし悪くはないか。うわ、社長さんに惹かれついてきてくれた大豪月様。まあ、これでコンボ2個目でしょ。大谷さんにドクター系とかめちゃくちゃ似合ってんな。奪三振率 11.2。 メジャーでその数字やから半端ねえ。あ、そうなんだ。去年は俊平太くんが野茂英雄さんからフォークを伝授されたんだ。でも実際俊平太さんのフォーク普通に使えてましたよね、一軍で。まあ、カーブが前々からすごくて、それプラスフォーク、まあ、パワープロでもフォーク公式能力でついたし。いやだいぶね、そうやって若い選手がどんどん強くなっていく、素晴らしいことやと思います。でここなんだけど、考えろ。ビクターゼフ長痛いんだよね。誰外す？いやー、
まあ、ソリマチかな。パワーいいだし。ホームラン打てる選手は残しておきたい。ビクターのゼフチョだいぶ痛いな。まあ、その代わり社長と島田を打線に並べることによってホームラン打てる選手を確保する。これでいきます。ぽいぽい。よし、選手も変えた。忘れたことはもう何もないはずや。上限点は156点。いくしかねえ。今日もやらかしきれ。いや、もう本当ですね。そこ気をつけます。よいしょ。まあ、経験点の使い忘れとか、レベリング忘れはまあなんとかなるけど、取らなきゃいけない選手を取らなかったりとかするとやばい。もうメンタルが崩壊します。ゴーゲス様、バントしてくんないかな。ねえ、まあ、風助かった。体調良くなったら出勤しても OK。 まあでも感染症胃腸炎ということで本当気をつけてください。体調にお気をつけをくれ、お気をつけをください。いや、今取れたな、矢部くん。ずれてしまった。まあでもインフルとかコロナとかそういうウイルス性のあれじゃなかったから、まあそこは一安心ですね。矢部ヒットを放っています。さあ、ここは矢部の足にも注目です。村雨ならジャンプせずとも取れる。やべえでやんす。矢部君と村雨の差が、力量の差がこんな明らかになるのか。島田さんと社長だとどっちを優先するか。まあ、調子が2段階離れてたら、島田。調子が1段階までだったらまだ社長かな。昨日はそれで。さあ、初球ランナー動いた。昨日はそれでフェンス上部直撃島田の打球。まあそれがあってしまったんで。もう守備力とか関係ない。ホームラン打てる選手を残す。守備軽視や。やばい、作成会で学んだことを忘れていく男。守備軽視。ホームランを狙わなきゃいけない場面は必ずやってくる。その時に対応できる選手がいないと詰む。あと守備力高すぎると投球操作来なくなるしね。いろんな考えがある。よいしょ、守備をスロー。ではビブヨさんもどうもコナラです。悪魔の4回戦突破できますように。あります。まあ、とりあえずまず1時間の壁を突破したい。もう厳選3時間は嫌だ。体力が持たんわ。昨日とかも最後目しょぼしょぼしまくってたし。頑張っていきます。まあ、そのためね、ちゃんと図鑑調整してきましたよ。言うたらもうこの東克樹選手を作成するための専用の図鑑みたいな。まあ、専用図鑑っていうのはちょっとさすがにあれかもやけど、まだ余分な選手多いけど、まあ、だいぶ近づけましたね。守備をすればパワーワード。相手も守備捨ててる。まあでも投手作成で守備捨てるってやばいんですよね。ここはファインプレーに阻まれ、投球操作でアウト取らないと経験点にならないし、さっきも矢部くんが取れていたら失点せずに経験点稼いでいた。
1番バッターが打席に入ります。投げた、いいボールだ。変化球が切れています。大事なのは投球操作が来た後の守備。まあ、そうですね、精密機械だいぶ取りやすくなったと思う。まあ、昨日は、まあ、ビクターの出現率が5分の1だったのが、まあ、金原もね図鑑を見てたんで5分の1だったのが、今日金原削除して4分の1、ビクターの確率4分の1の、社長の出る確率が昨日3分の1だったんですよ。東堂真昼も図鑑を見てて、ただ東堂真昼も図鑑削除して2分の1。だからスタート率はねかなり高いと思う。ただリモコン捨てちゃってるんですよね。抽選箱を持ち込んでしまった。投げました、渾身のストレートはボール。第2球を投げました、ボール。バッター思わず避けます。第3球投げた、打った、強襲、いいよ、ゲット握る、1、2、 OK、 アウト、ゲッツー。パワフェスチャレンジャーズ、なおもチャンスが続きます。で走ってからツーベースで終わりたい。ランナーはそれぞれ進んでいます。投球これから3球目、インコース、ボール。第4球を投げた、打ちました、ね、危な、球速いきます、ファール。さあ次は何を投げてくるか。よし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 、ヒット。アンセンスの殴り合い。いやー、延長戦行かざるを得ないだろうな。8割以上の確率で延長戦、めっちゃ怖い。まあ、延長戦行っても大丈夫なように、まあ、守備力とピッチャーはある程度補強しとかないと。よいしょ、チャイニングでリモコン4回戦。いや、ただ4回戦アンドロメダ行かないとこの4つ目のイベント狙えないんですよね。シャイニング行ってもいい条件はスカウト同士で何かしらのコンボ。この後に東堂真昼と先駆けセットとか、まあ、今菊戸アイラ来てるから菊戸アイラとホール3、4世セットとか、そうすれば4回戦がフリーになる。一気に2人走ってきた、ボールを3塁へ送った、盗塁成功。ランナーがぶっちぎり大学。アンドロメダが来ればそれでコンボ4つなんだけど、アンドロメダからもらえるのはスケスケゴーグルだけだし。いや、1点取ろうか。最後投球操作来るよね。急がば回りという言葉がある。あれは一体何やったんや。変に早めに得点してしまった。うわぁ、ど真ん中チェンジアップ。ど真ん中失投という名のチェンジアップ。ああ、でも結果はないか。1点差なんでここ操作来てくれた。デッドボールあかん。いや、ゴトブレーガーさん、コンドラさん、どうも。まあ確かにコミュニケートあるからね、 1.5 倍ボーナス。ただリモコンあれば操作回数言うて3倍以上あるから、2倍、いや 1.5 倍程度じゃちょっと元取れないんですよね。まあないよか全然マシというか、助かるっちゃ助かるけど、まあ、最強なのはリモコンかつコミュニケート、それが一番最強。いや、危なすぎんか。3失点ペナの6点差ボーナスで経験点マックス。あと1失点してたら経験点マックスいけてなかった。いや、 OK、 コンピューターにも救われてギリギリ経験点マックス。いいっすね、防御率 1.98 の東克樹さんに対ピンチのコツ。これでまた防御率が良くなる。ワンダフォードラカッツアツモリ、パチパチパチあります。いや、もうゴーゲス様が精神的支柱すぎる。
ホームラン狙えて、なおかつ170キロの伸びへ重い球威圧感。ただ変化球質に厳しいんですよね。総変化7。信じてるよ。波動高校が他球場偵察に現る。いやでかい。技術35ポイント追加。大豪月&社長イベント、このイベントで球速のコツレベル3 と、コミュニケートプラス投手やつ感 50%。 ありがとうございます。まああんま言うていらないけど、ついたらついたで嬉しい。先発ピッチャーの投手やつ感。雲海がスカウトで来るって思うんだったら天城、東堂真昼がスカウトで来るって思うんだったら先駆け、ホルスアン四世がスカウトで来るって思うんだったら菊平。さああなたは一体誰を選ぶ。よし、波動高校そのまま出場。ナイス、ここまではとりあえず OK。 いやーでも選択肢だなマジで、誰どう使おう。こういう時にヤツ感が来るやつ。ヤツ感絶対取らなきゃ作成できないっていうね、選手の時にヤツ感なかなか来なくて、こういう時ポンと来るんですよ。いやでも本当にナイス波動でした。波動はでかいです。でもマジで誰にしようかな。チェンジアップ取って球速コツもらってあげて、まあ選手補強も考えればいいか。ピッチャーがねいない、2枚だけ、2枚は少ないわ。まあ木場と、金原を補強できることを考えたら外野はもう十分でしょ。で二遊間一応柴田と東、いや違うわ、千賀くんだわ、千賀と東だわ。二遊間は千賀と東で、サードが社長で、ファーストが一応主人公、キャッチャーがヒドっていう感じかな。戦力的にはここはピッチャー、矢部の補強考えるんだったら先駆け、ホルサン4世来るって信じるんだったら菊平。まあ天城でいっか。戦力かつ雲海スカウト狙い。じゃあ今度はどうです、深町様でしたい。どうです、サード大変だね。まあでも仕方ない、取るしかない。なんせもう島田エリキ社長イベントでサードがそれだけでいいね。もういっぱいいっぱいなんです。さあ燃える男木場くん、リモコン1個しかないんだよな。いやエレキ調子いいんで、パワーが実数値67、弾道が 4.25、 中盤に残そう。え、グッバイ柴田。君の先発の座はもうないよ。うん、だいぶ守備力も上がったかなこれ。よいしょ、玉川様でしたい。今度です。いやー波動の出現とりあえず助かりました。4分の2当てた。16箇所満載のゲームが今始まりました。1番バッターが打席に入ります。次はあとはラグナロクじゃない、アンドロメダの確率が4分の1、その他スカウト。田中勝もいいよ、田中さんも勝じいちゃんもスカウト来てくれたら嬉しい。これは変化球処理優先で、ここからコミュニケート発動なんで全経験点 1.5 倍計算入れてきます。よしよしよし、軽やかにさばいてみせます。外野変更マジ、ほんまや、危な、ありがとうございます。危ねえ、
初球は爆速ストレート見送ってボール。コミュニケートと外野変更と内角高めいっぱいストライク、ワンボールワンストライク。あとは変化球種打ちました。これはセカンド真正面、全部やらなきゃいけない。アウト。これでワンアウト。打席には2番バッターが入ります。はい、チーズ。初球は木場くんの爆速見るの久しぶりだな。攻めてきます。バッター思わず体を背けた。爆速投球。これから3球目打った。これは強いね爆速。エフェクトが見づらい。打ちました。おー、ナイスな捕球。あと球ちっちゃいわ。守備に阻まれました。第1球投げました。外野が飽和するのは全然 OK ですよ。うん、矢部くんよりも上位5冠の選手たくさんいるし。いいバッティング。さあここは足を使ってチャンスを広げた。金原が仲間になればもうそれでいいや。ライト行った。これはヒットになります。社長ヒットを放ちました。3回戦の上限とは182ポイント。タッチアウト。3アウトチェンジ。0対0で迎える2回です。そしてバッターは岡本。を引き締め、まあ水鳥も一応外野できるしね。社長掴んだ。木戸君もいるし。アウト。これで3アウト。2回の表が終わって、やべえストレートでアウト取ってしまった。第9投げた。まあキャッチャーは調子いい方でいいと思う。センターへ上がった。取りました。ランナー1。役割のないやべえ秋雄。やべ君弾道さんだったらな。またまあ、もしくはパワーが C の後半あれば。なぜパワーが C の前半かつチャンス F なんだろう。チャンス F が発動したら実数値パワー D に乗ってしまう。0対0で迎える3回です。さあ打席では木場が威風堂々といった。ではコンドラです。カオルさん、カイトさん、コンドラさんどうもです。いらっしゃい。抑えてほしい。打った。ライトポジショニング OK。 取って、これで3アウトチェンジ。さあそれでは先。いやだいぶいいね。変化球ポイントは4点差ならばいける。投げた。インコースボール。体に近いところ。投球これから2球目打ちました。ここからはストレート打ち取り。ボールを掴んだ。ストレート打ち取りをやることによって、まあ、若干ずつ変化球も伸びていくし技術も稼げる。0対0で迎える3回です。バッター反町。やべね。チームを勢いづけにかかります。やめね、やめていきたいところ。タッチはアウト。さあもう反町ツーベース。マジか。圧力をかけていきます。さあここで決めて有利に盗塁成功。ランナーが三塁に進んで、二塁ランナーは三塁に進みました。木場くん不調。150キロ。さあ3球目打った。引っ張った。レフト線に飛んでいますが、レフト線へのまだ首痛いですか。大丈夫ですか。セカンドへ放り投げる。まあでも寝違えってなんかこうビクターツーベース。パワーペース。まあ下手したら数日続きますからね。続きます。さあ打席で社長がお待ちです。初球を打った。センター前クリーンヒット。どうすればいいんだろうね寝違えた時って。かっこよ。風呂入って首を温める。幹部を温める。キリッとマウンドを打ちました。初球打ちクリーンだ。ヒットだ。いやもうそれぐらいしか思いつかん。パワーペースチャレンジャー。でも自分それ試したけどあの時全く効果なかったっすよ。寝違いした時、自分が寝違えた時はもう全然効果なかった。パワフェスチャレンジャーズリードで迎える5回です。バッター反町。チームを勢いづけにかかります。筋痛めてしまった時って何すればいいんだろう。逆に冷やすとか。投球3球目投げました。打った。強襲破った。反町する。さあビクターが圧力をかけていきます。いやー1点リードどうだこれ。逆にで違える。いやー怖それ。筋痛めてて逆の方の筋も痛めて。さあどうなるんだよ。下手したらもうまっすぐしか向けない体になってしまいそう。社長がお待ちです。バットを出しません。ボールカウントワンボール。高速スライダーはストライク。左右均等に見違える。投げた。あっとこれ危ない。
もうどっちを向こうが A 級にズキズキする。いやもうそういう最悪の体になりそうで怖い。打球はファールグラウンドに上がっています。切れていきます。ファール。打った。打球は左中間に上がった。取りました。一塁はランナー一塁に戻ります。アウト。アウト。アウト。満塁だけど操作が来てくれた。そしてバッターボックスはザマ。投げました。よしよしよし。ボール球スイング。一塁送球。うわ、軽快な守備を見せました。スリーアウト。さあ雲行きが怪しくなってきました。どうだ。うわ届かねえ。ここでヒットが出ます。パワフェスチャレンジャー波動高校。どうやらここは大打作に出るよ。初球スクイズ。グラブトス。一塁を送る。セーフ。スクイズが決まります。めっちゃ惜しかったな今のタッチ。失敗。追いつかれました。1対1。パワフェスチャレンジャー。ここが踏ん張りどころ。打席には2番バッター。まあとりあえずストレートでゴラウトは取れた。もちろんきっちり押さえ打った。ファーストに任せるな。ファーストへ送球。気を押し判定。一塁はセーフ。いやひどくん間に合わなかったようです。アウトローへ伸びのあるボール。空振り。変化球がさえ渡ります。逆にここでスクイズされたらめんどくさいことになってたんだけど、ここはちゃんと勝負してくれた。波動高校、ここは代打を起用してくるようです。バッターは若林。また空振り。さあ私的には落ちる球でカレー打ちました。ボール球スイング。一塁送球。まあとりあえず OK ですね。では同点で迎える8回です。ここでバッターボックス。あーこれはまずいぞ。アップ。中継。走られるか。足早それ。パワフェスチャレンジャー。ここで勝ち越されました。2対1点で止めた。ナイス。追う展開。迎える8回です。バッター反町。相手はカット。まあ、とりあえず3点差にすれば経験点マックスなんで。投げた。打ちました。あぶ。ライト前のヒットセカンド飛べなかったね今。こけただけ。反町いい当たり。さあビクターが圧力をかけていきます。これは無理か。セカンドライダー。3点差。さあ打席で社長がお待ちです。絶妙なラインだな。外れた。キャッチャー二塁へ。これは悠々セーフ。オールイン成功。波動高校外野は前進守備を取ります。お打ちましたが、センター前クリーンヒット。とりあえずの同点。三塁回った。二塁ランナーホームイン。パワフェスチャレンジャー。ゲームパワフェスチャレンジャー。得点を千楽君でホームラン狙いたい。あと一人ランナーを出したい。投げた。外れた。おお、これは外れます。第3球は。どうや無理か。いや長打警戒助かった。ボールは中継。なし一国さん、こんなら3分どうも。ヒットになった。初球はよいしょ。まあちょっと元気のあるうちにね、もうクリア目指してやっていきます。内角低めいっぱいストライク。軌道早くも追い込まれています。見送ってボール。パワフェスチャレンジャーズ勝ち越しのチャンス。ワンアウトランナー1塁に。軌道くんタッチがねさっき間に合わなかったんですよ。さあ仕留められるか。うさあ次で決められるか。そういうのど真ん中にお願いします。第9を投げました。ボール。警察怖いな。違うくん投球これから2球目。よしよしよし。ボールの下から叩きに行く。この気持ちが大事。満塁ホームラン。リプレイ。波動高校なんとしてよかった。上げたい9回です。とりあえず4点差っすね。救われました。勝利をもぎ取りました。負ければホーム死守があれば変わったのか。いや相手ホーム突入とか持ってなかったから何も変わってなかったと思う。雑三振のコツレベル 3? なんてことだ。技術ポイントだいぶ節約できてる。やろうぜ。まあとりあえずはでかい。マミーちゃんから雑三振のコツレベル3。雑三振って、まあ、技術ポイントえぐいほど消耗するんで普通に助かってません。
いけた。さあコンボ3つ目、金原&ビクターイベント。このイベントで技術ポイントが合計95ポイント、低めのコツ重ねがけからの金徳精密機械、変幻自在と精密機械揃えることができました。いやもう技術がもう95ポイントもらえたっていうのがでかすぎますね。これクロン君の方の精密機械コンボだったら残念だけど、技術15点だけ差がでかすぎる。じゃあグレイさんもどうもこんばんはです。アズマオシアがいる。アズマオシアがいる。指が勝手に。ただ問題はアンドロメダが来ないとコンボ4つ目起こせない。アンドロさんお願いします。よっしゃー、脱三振のコツレベリオンからドクター系イベント、ありがとうございます。うわー、4分の1当てた。アズマ取ってよかった、本当に救われたな。これスタミナのコツもらえるんで、ちょっと待ってね、コントロール上げて、いやスタミナのコツもらえるのも言うてでかいか。ありがとう大西、大西さん本当にありがとう。ピンチ上げとく。これで精神乾燥はない。精密機械249ポイントになってるね。救われてる。脱三振技術144点が技術57点になってる。なんということだ。はあ、ちょっと待ってね。とりあえず経験点使った。次はレベリング、あとなんだアイテム確認いきましょう。トリプルアズマ二遊間アズマ確定した。これでピッチャーと二遊間がアズマなんで、もう画面内のだいたい6割ぐらいがアズマで埋め尽くされますよ。素晴らしいいやめっちゃ戦力やんアズマ。柴田と比べてのこの守備力の差、守備職人も持ってるんだっけ。いやブライアンさんどうもこんばんはです。まさかのまさかの順調ですか。いやめっちゃ順調かも。来ましたようやく。ただね問題はリモコン持ち込みじゃないんですよね。だ気を抜くとやられます。気を抜かなくても普通に操作飛ばされたらやられます。アイテム確認、経験点、カンスト確認、 OK。アンドロメダ学園高校、再びコツレベル3ラミ行きましょう。まあ、あと野手やつ感であるファーストガジェット落合も取れるし、内容いいかな。これは内容めちゃくちゃいいと思う。上限点は208点。いやー序盤から、いやあかんね、やっぱ終盤にホームラン打てるバッター木場くん終盤に残しておきたい。え調子局さん、いやごめん、この試合はさすがにちょっと東ちょっと外します。ここはね、ここはまだリモコンも使えないし要注意。慎重に行こう慎重に、まだ危険だよ。うわっ、大地が吠えてしまった。ああ矢部くんのところ東にする。いやでも守備力がね、外野守備力東さん結構低いんだよね。まあ、昨日全然うまくいかなかったから、もう今日は全力でネタに走らずまずは経験点マックス。
大事や。さあ初球、外角高めいっぱい。そっか、ソニマチの方が良かったか。投げた、インハイ見送ってストライク。金原、矢部よりもソニマチの方が弾道もある、守備範囲もある。打ちました。あ、野吹さんスパチャ5試合あります。この勢いで依頼、東すぐる、東押し屋の東ゆうや作戦をお願いします。ゆうプラス押し屋で東ゆうや重なってんな。基礎値はそれぞれの高い方、ミートはまあ押し屋の方が高いから、ミート力は押し屋の方で、パワーはすぐるさんの方が高いからすぐるさん起用でみたいな。強そう。ムード丸2人とも持ってるから金徳は精神的支柱。面白いな、そのダブル東、東超合体。ドラゴンボールの誰だっけ、悟空の息子さんとベジータの息子さんのあの合体みたいな。いや、ナイスパー、ありがとうございます。面白いかもしれん、そういう作戦も。アズマアズマ、さあ3球目、打った、いい当たりだ。名前はじゃあユウヤか。取って、これでスリーアウトチェンジ。ゴテンクス。そうか、ゴテンクスって言うんだっけ。ではナイス操作きた。第9投げた、ここやね、ジャベリン要注意。でも抑えることができればだいぶでかい。変化球ビンビンに切れています。よいしょ、合体スパチャリクエストは初めてかもしれない。打った、よいしょ、打ちました。ヤベ一族ホール合体。確かにまたそれも面白そうですね。サンダーボルト見送ってボール。ヤベ一族が発揮できる最強の能力、しっかり抑えてほしい。打った、カウント2ストライク。まあヤベタちゃんが結構補給高いからさ、普通に使える選手になりそう。あとチャンスへ持ってるヤバイ、ヤバイくんじゃない、ヤベモンくんか、ヤベモンくんもいるし、めちゃくちゃいいとこ取りになりそうや。ヤミナメ並ぶヤベナミ。ヤベナメ掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。第9をさあ発射した。ボールを二塁へ。ずっと疑問なのは、能力的には立本の方が高いなのに、清本の方が打席でタイムになるのはなんでなのか。まあ確かに立本さんミート力高いし、あとなんだっけ、なんか確か立本の方が高かったんですよね。さあ初球、まあ、清本は肩と守備が高いし、まあ、打撃の方では逆境もあるとチャンスへ持ってるし、まあ、弾道がね、3だろうが弾道が4だろうがあんま関係ないんですよ。パワーがあればもう十分。うん、滝本が弾道4、清本なんてもうレベル10の段階だと、レベル9までが弾道2でしたっけ。ナイス。やべ、ランナーはそれぞれ進みました。投げました、打ちました。まあでも弾道3の清本と弾道4の滝本やったら、さあ外してくるのか。それでもやっぱり清本なんかな。パワーフェスチャレンジャーズ先制のチャンス。なんせもうパワープロ11で嫌というほどトラウマを見つけられたし、多分そういう記憶もある。もう体がね訴えてるんですよ、頭じゃなくて魂が訴えてる。清本は危険だと、むしろ清本が味方にいたら頼りになると。精神安定剤清本、いやもうまさしく精神的支柱、プレイヤーの心を落ち着かせてくれる。投げた、セーフティーバントだ。サード掴んだ、アウト、これでスリーアウト。ではエラーで失礼、誰エラーしたの、神じゃん。千賀君が1エラー、操作権きた。千賀のエラーのおかげで操作が来たぞ。さあ次の球、低め
面見送ってストライク。軽くポポーンと追い込みます。さあ勝負してくるのか。膝元空振り三振。ここでバッター、いやでもここでアウト3つ取れたらね、3回の裏からもう打ちました。初球打ち得点狙えるかもしれない。サードへ送球。エレキヒットを許します。ワンヒットは怖いけど。チャレンジャーピンチを迎えます。打席にはファーストやめろってボールはバット。狙われたファースト事件簿。ヒットを打たれます。パワフェスチャレンジャーピンチが続きます。そしてバッターは弱点どんどんついてくるやん。ワイツさん流れを払拭することはできるか。いや怖いな。ストレートでアウト欲しいのにな。力みすぎてしまったか。さあ次は何を投げてくるか。カットされた。いい当たりですが左に切れていきます。打ちました。いい当たり。いや無理か。クリーンヒット。三塁ランナーホームイン。アンドロメダ学園先制。今のストレートアウト3つは夢のまた夢だった。まずは初球ストライク。やべもんの補給だけでしんどいと感じているそれはねよいしょ。パーフェスやるものやったらみんな感じてると思う。次はどう攻めるのか。スライダーはボール。お給 G の5はねきつすぎる。さあ次は特にこのゲーム落としたボール、まあ、大事なところでエラーして失点してしまったら操作終わっちゃうんで。打ちました。経験点稼げなくなっちゃうからね。ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。いや操作ないっす。追う展開迎える3回です。さあ打席で社長が。これは悠々セーフ。盗塁成功です。一塁ランナーは二塁に進んでいます。投げたスライダー見送ってボール。カウント2ボール。投げました。あやべもんの補給がせめて F あれば。3ボールです。 F あればまた話は変わるんだが。よしよし操作ないっす操作ないっす。アンドロメダ学園追う展開迎える4回です。そしてバッターボックスは大西エレキ。まあ、パーフェスやっぱ守備守備の経験点のその配分がちょっとでかいんですよね。打撃よりも4回の表が終わる。まあ、いかにその守備でまあ狙った打ち取りをできるか。ここはもうあとは全部ストレート一人でいい。で彼女にないエレキイコール年齢さんどうも今度です。さあ4球目。甘い。守備 G 補給 A と守備 A 補給 2だとどっちが嫌か。いやーどっちもかな。どっちも嫌っすね穴がありすぎて。守備 G だとそもそも動けねえし、補給 G だとまあ動いたとしても貫通する危険性高いし、どっちも安定感なさすぎる。まあでもやっぱチャンスが生まれる守備 A の方がいいかな。多分守備 A の方がたくさんチャンスは生まれるはず。ボールを取れるチャンスは生まれるはず。まあカイトさん5回目のスーパーチャットありがとうございます。私が闇一族の合体リクエスト。闇一族弾道はヤーベン弾道4。ミート一番高いのはヤベモンかな。ミートパワーがヤベモン。うまい。え、パワーが、いやいや、総力が誰だ。総力一番速いのって誰なんや、マジで。男やべ。総力 S。肩はみんな D とかだった気がする。守備力はやべたかな。お球もやべた。チャンスはやべん。さあ打席で社長がお待ちです。あマジか。暁の五十嵐と佐藤太郎だったらどっちが使えるか。いやさすがにオール1よりもまだ五十嵐かな。五十嵐の方がチャンスはあるはず。でちょっと待ってね落ち着こう。これピッチャー変わっての打撃操作。キバニキいきます。投球2球目投げました。インローギリギリいっぱいストライク。弾道はねヤーベンが弾道4だったはず。でヤベモンが弾道3。それ以外が弾道2かな。さあ勝負してくるのか。来たか。さあ来い。来てしまう。いや終盤にホームラン打てる選手を残す。いやこの采配大当たり。さあ男ヤベの総力 S が一番トップか。男ヤベぐらいか。
素でさ走力 A とか S とかあるやべえシリーズいねえのかな。え、ちょ待って、ボール球ヒットマジ、ストレート狙われてるなさっきから。でも筋力ポイントを稼ぐのにストレートアウトが必須なんですよ。ねえ、ボール球でも打ってくる。ボール球投げよう。いや、オニオンさんどうも、こんにちは。今日もパーフェクトやりながら見させてもらう、ありがとうございます。ミットに吸い込まれるような直球、バッター反応できません。大丈夫、次はどう攻めるのか。バットを出しません。ボール、パワーフェスチャレンジャー。いや、変化球でもいい。2アウトランナー1塁、怖い。さあラストボール、なんかいきなり怖さを感じて今。軍配が上がりました。さあビクターが圧力をかけていきます。落ちる球よくてボール、ヤーベン、ヤベモンの総力78、78か。カイルもいる。カイルなぁ、総力 S の守備力、高速ベースランとロケットスタートでしたっけ。ヤベくんの超上位互換、まあ言うたらもう外野手の中で最強守備陣入りますよね、カイルくん。マジでそのレベル。投球これから2球目、打っていい当たりだ。よし、クリーンヒット。第1が吠えた。社長、ヒットを放つ。第1球を投げた、シンカー見送ってボール。トイ君がね、総力100なんですよ。2球目投げました、打った、キャッチ、抜けた。オッケーオッケーオッケー、血が塁に出ています。アウトにならない、これ大事。軌道が男を見せます。このまま引き離したい。ヒットをヒットを。さあ次の球、よいしょ。ガルシア、カエル強かったな。印象もめちゃくちゃもらえたし、まあそもそも2回戦ダイヤのエース聖堂行けば稲城が確定で3回戦出現するというド安定さ。押し出し、バッテリー慎重になる。バットの根元打ち無理。いやよかった、二塁投げられなくて本当によかった。パワフェスチャレンジャー、さらにナイス、やべ、来たチャンスへ。堂々といった雰囲気、終盤にホームラン打てる選手を残す。投球これから2球目、木場くん先発にしなくて本当によかった。これ伸びのあるボール、第3球を投げました、マシンで捉えた。ナイバッチ、ナッシュの当たりだ。 MVP は木場くん。2イニング連続ホームラン。初球は見送ってボール。あ、そっか、カルロスか。投球これから2球目、ガルシア、カルロスイベントや。カイル君登場したのは今作からだった。打ちました、三塁線、惜しくも切れてファール。カルロス、カルロスとカイル君間違えてたわ。宇宙間へのフライですが、もうカルロス君欠乏症になってる。あのイベントが欲しい。カエル君のイベントはね、まあ、若干カット打ちはあるけどそこまで強くはないんですよね。総力のコツももらえるわけでもないし。ただやっぱ守備が圧倒的、足も圧倒的。やると比べるのはおこがましいほどさ。打球反応丸、おつレベル3、各経験点330点、 OK。 で加藤京子でもう OK だから、大西、落合、まあ上高でいっかで、加藤京子と。はあ、ようやくアランク見れた。うわー、でけーコンボ4つ目。長い長いコンボ4つの旅路でした。2日目、東京子、加藤、東すぐると加藤京子イベントでドクター K、 奪三振のコツレベル4からドクター K いきます。
ようやくや。2日間かかったね。カルロスとカエルを合体させてカイロスを作ろう。ハサミギロチン命中率が 30%。 どうする。ピッチャー一応めちゃくちゃ補強できたから、足りないポジションどこだ。クワガタポケモンなんだっけ、新作でクワガタポケモン増えたよね。カイロスさんが泣いてる。クワガタアイデンティティが崩壊するわ。うおー、いやーでかいな。クワガノンくん、いやクワガノンくん電気タイプも入ってるし、めっちゃ強いと思うんですよ。カイロスなんかマジで虫単体でかわいそう。複合タイプにしてあげてほしい。で虫格闘やったらさ、飛行タイプに超絶弱くなってしまうし、なんかもう全体的にかわいそうだよね。指が勝手にはい、ということで精神的支柱パート2、滝本さん、まあ、清本ほど精神的支柱じゃないけど強いです。で落合さん一応キャッチャーもできるんで、キャッチャー落合さん、ファースト滝本でいきます。でスタミナね、スタミナ71、ようやくスタミナに手をつけることができる。コントロール83、えぐい。でも達成で、カーブがあとレベル1で、これで、基礎値がクリア。あとどうしよう、誰から行く。マキューン消しといて、夏三振取って、筋力余りそうだな。今日筋力か。全開、いやもう今全開取ったら危ない。球速安定、球速安定持ってるね。早めに取っとこう。根性、いやでも根性精神高いし、一旦保留。そんなもんか。よいしょ。桜の実はおるのに。ほんまや。桜の実はキャッチャー A おるのに。スタミナ S 行く？まあ、4関東が、昨シーズンのセリーグトップだったんですよ。東克樹さん。東投手がセリーグナンバーワン関東数。89のコントロール S。 ちょっと AB という形残したいんで、コントロールが一つ上、コントロールがスタミナよりも一つ上で、コントロールスタミナ S へ、これでいこうか今日。まあデータ2期が来れば完璧や。しかし問題はここリモコンが使えない。ちょっと待ってね。ボス戦主人公絶好調ドリンク、いやどっちなんだ、先か。いやでもリモコンあ失礼しました、落ち着いた。リモコンない状態で調子マックス取ってしまうと大量得点からのイニング飛ぶ危険性あるから、調子マックスは残すか。あいつはおしやさんの方の東が来てるので厳しそう。いやわかんないですよ、もしかしたら来るかもだし。まあ、そこは確率的にはまだわかんないですね。いやベンチリアンス、ちょっと待ってね、ガチめに、うわちょっと千賀くん使いて、何これ。調子極端ミートパワープラス15、ミートパワーが実数値91の男。東くんのセカンドもまだ言うて守備力64、54、10違うんだよな、10か。いや、いっか。
この判断が後にあんなことになるとビクター肩も強いしセンター行く？いや、ビクターライトセンター反町で行こうか。島田さんがベンチ外でもやっぱ社長だよ、やっぱ社長だよミートもパワーも高い、しかも調子好調、もう社長でいいわ。島田さん守備力82、社長守備力81、1しか変わらん。トリプル東はボス戦でやります。うわ、ガルシアフルヒッター絶好調、怖っ、やだな まあまずは主人公6イニングチャレンジ頑張ってきます。ですいません、お手洗い行ってきます、すぐ戻ります、失礼します。さあついにファイナルステージを迎えたパワフルフェスティバル、一体誰が予想できたでしょうか。決勝の舞台はなんと宇宙、グランドチャンピオンの座をかけて戦うのはPTB トーナメント代表我らがパワフェスチャレンジャーズとインフィネットトーナメントを制した精鋭部隊アランレンジャーズ、彼らの熱い思いはもう止められません。宇宙のど真ん中でさあ激しくぶつかり合え、両チームのプライドをかけた最後の試合、まもなくプレイボールです。さあようやくアズマ登板できる、行くか。主人公6イニングチャレンジで6イニング投げ切れないと上限点が低下します。やるしかねで、ここなんだがサイガが4番か、マジか。猫髪ヴァンガードサイガ江戸川勝負やるしかね。ちょっとランナー出して変化球1人3つできるような状況を作りたい。スタミナ A だし6イニング持つはずや。あ、守備変えないとありがとうございます。よし、第9を投げました。スライダーはストライク、カウント1ストライク、最多勝チェッ、球速っ。バントしました。ちょっと待って、ストレートのアウトを取ってしまった、もったいね。第9投げた、いや詰まってるっしょ、嘘だろ、詰まってるだろそれ、センター見送った、広角打法が強い。先制ツーラン、リプレイで先制の場面をご覧いただき、チェンジアップが、チェンジアップとは一体。さあ1球目投げた、ボトンブレイザー見送ってボール、カウント1ボール、投げました。マジか、ちょっと早めに変幻自在つけよう。パワーカーブはストライク、さあ次は何で来るか、打った痛烈な当たり、レフト前ヒット、うわ変化球でアウト取りたかったのに、変化球1人ゼロ、うわやらかしてる、マジでやらかしてる。素敵な二塁打を放ちます。さあ第9投げました、初球を打った、センターハサミ君守備力いい、ハサミには救われてんな。さあ初球完璧に捉えた、いやちょっと待って、同点にしなきゃいけないんです、1点じゃ足りない。さあ1球目投げた、内角高め見送ってストライク、ガランのパワーカーブを見て合わせる方法、いやマジかー、ガランか、うん、ここはうまい守備に阻まれました。やべえ終わりそう、使ってチャンスを広げたい、ボトンブレイザー見送ってボール、いやタキさんどうもこんにちは、ランナー用意と、弟が楽しく見てる、いやありがとうございます。ランナーが一塁ランナーは二塁に進んでいます。パワーカーブはボールの上を叩かないように自分は注意して打ってますけど、低め決まってストライク、追い込まれています。下叩きすぎるとフライになっちゃうんで怖いですよね。ボトンブレイザー見送ってボール、パワフェスチャレンジャーズ同点のチャンス、抜けろ、これでスリーアウト。さあそれダメだ。さあ1球目
延長戦確定した。まずは様子を伺います。投げました、打ちました、ボテボテの当たり。いやちょっと待って、マジか。アウト。3回までで打ち取り、変化球1人が0。ゼロはあかん。さあバッター滝本が鋭い眼光を放ちます。ランナーを返すことに集中したい。6イニングは多分持つと思うんですけどね。一塁へ牽制球を送ります。一塁送球、一塁へ送る、二塁やってナイラン、オッケー。ワンアウトランナー二塁に変わります。救いのビクター。いやーそこでまたライナー出る。ショートライナーからのファーストライナー。よし、今度こそ。そうだ、外野が守備範囲狭い。ライナー頭を越えるように打てばいいんだ。外野ライナーだったらもう割り切ろう。今の同点。さあ違う。第9号。さあ発射した。ボールナイス。盗塁成功。ランナーが三塁、二塁ランナーは三塁に進んでいます。打った。ショートこれは。お願いします。投球操作お願いします。少しでも欲しい。では来ない。さあ私でしたらあと2イニング。パワーカーブはストライク。まずは様子見です。第2球をランナー走った、外れた、キャッチャー二塁へ送球。これは楽々セーフ。盗塁セーフ。一塁ランナーは二塁に進みました。打ちました。ナイス。抜いていった。カットマンへ送る。社長、このガタイで足早いのは超人感がして好き。あれで走力 B だもんね。しかもホーム突入、突っ込んでくるんだよ、めっちゃ怖い。いやー頼む、マジで投球操作お願いします。打った。サイがボールを掴んだ。アウト。パワフェスチャレンジ。さあ1球目投げました。柴田君総力 D。 あれ第2球投げました。おお、バッター思わず避けます。投球これから3球目。低め、ボール抜けました。まあ総力が A 以上あれば3投も狙えるからね。4球目投げた、打った、ファウル。さあ次は何を投げてくるか。打ちました。いやこれはナイスセンター返し。中継ナイスだ。さあビクターが次ビクタースタートかな。タッチアウト。いやお願いします。4回の裏が終わりました。あさあビクターが圧力をかけていきます。操作こんのか。投げた、内角低め見送ってストライク。まずは様子を伺います。これはボール。やばくね。変化球1人ゼロ。ここまででゼロはやばすぎる。もう助けてくださいお願いします。コナミさん助けて。変化球打ち取りが足りないんだ。さあバッター滝本が鋭い眼光を放ちます。今川さんどうは。中井も総力 C、 しかも後半なんだよね。総力67とか。坂東さんなんて総力 B いくし、福谷さんも総力67とかだったっけ確か。やはりあの選択が、抽選箱を申し込むという選択が。でも抽選箱を持ち込んどかんと、そもそも1回戦のタンポポ出てなかったし、難しいとこだね。まあ、とりあえず筋力打撃の方で稼げるだけ稼いどいて、あとはもう投球操作しない。リモコンなしってやっぱやばいってこれ。いやでもここまで投球操作なくなると思わなかった。しかも初回のバント処理もさ、ストレートでアウト取っちゃったし。お前ガルシアレフトとかやめろ。センターハサミ、ライトバンガードで、なぜガルシアがレフト。ガルシアセンターでいいやんそれ。来た。久々の投球操作。巧みな打撃を見せるのか。ああなぜ。二塁はセーフ。うん、
ランナー、一塁ランナーは二塁に進んでいます。5回終了時点で変化球ポイント7ポイント。絶望やん。あー、うそ、セカンドの守備力。落ち着け。まあ、イニングポイントあるから変化球11ポイント、大丈夫大丈夫。よし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 。ライトへ上がった。取ってこれでスリーアウトチェンジ。あれ、セカンド東スグルだったら取れてましたね。まあ、とりあえず6イニング投げ切れたんで、上限点マックスキープは達成です。234点。あとはその234点に届けばいいんだが、どうすればいいんだ。第9を投げました。外れたボール。6回と3分の2登板。投げました。ストライク。低め。第3球を見送ってボール。完全なボール球だ。絶好調だし、入るよな。余裕で入るわ。マジでプルヒってなんだこれ。さあ、カレーパワフェスチャレンジャーズ、追う展開、迎える7回です。さあ、ルイ埋まってたけどガルシア敬遠が正解だった。第2球を投げた。絶好調はあかん。滝本、追い込まれました。ああ、こりゃでかいぞ。こっちは外角引っ張ってツーベースか。直撃だ。フルヒッターってんなに。得点圏いったんで打撃操作継続です。あー、マジでプルヒってなんなんだよ。ガルシアのパワーあったらもうプルヒとか広角とか関係ない。第3球を投げた。スリーボールです。次は逃げずに勝負してほしい。第4球を投げます。強い当たり。うわー、ナイス、高いし。クロスプレーは見れるのか。打撃だけで筋力稼いでる。第9、さあ発射した。ボールを2塁へ送った。いやー、きついな。社長、大事な場面で盗塁。コンピューターのガルシアはやたらめったら打つ。まあ、とにかくもう、いや、オールセーフ、ナイス。とにかくもうあれが怖い、プルヒッターだから。インコースちょっとボール球外してから外角投げたんだけど、まあ関係なかったっぽい。で、さあ1球目投げました。あぶな。いや、同点に来た。パワフェスチャレンジャー、ここで追いつきました。滝本のツーベースの鍵か。あれ、滝本ホームランだったら操作継続ありませんでした。滝本がツーベースだったからこその操作継続からの同点。見違えた状態で塾。気をつけてね、本当に。さあ、小平です。巧みな打撃を見せるのか。危ね。神高、ランナーを進めさせるわけにはいきません。トライ。外角低めいっぱい。信じてる、スライダー信じてる。カウント2ボール2ストライク。ひざ元、見逃しません。さあ、打席で猫髪が狙いを定めます。インコース低め。いや、もうガルシアこれ敬遠した方がいいですね。アウトロー、ギリギリいっぱいストライク。満塁でも敬遠するか。操作消えるが。ワンボール2ストライク。惜しい。いいコースですが、わずかに外。打った、ショートの右。いやー、押し屋さん、ナイス。アウト。これでスリーアウト。変化球一人3つで変化球103ポイント。いや、コミュニケートの効果でいけ。あと打撃めっちゃ頑張ってたから筋力稼げてる。いや、よかったっすね。第2球を投げた。打ちました、いい当たり。クリーン。アランがセンター。来た、これツーベース率上がってんぞ。あれ、やばい作成会と同じセンターライトの配置。いや、ライナーは聞いてない。中野さんの近藤さんパンのワンダーフォーサンプあります。相手センター、アラン君、外野守備力 F。 いや、もうライナーかける2やめろって。ビクターが圧力をかけていきます。これはきついか。クロスプレイ、タッチアウト。まあ、とりあえずビクタースタート。ランナーがいない。ツーアウトからの操作。ビンビンに切れています。取れるアウトは1個だけ。さあ、外してくるのか。直球見送ってボール。これは完全にボール。まずこの1個を確実に取っていく。ナイスライダー。上限234点。
あと変化球1人最低でも2回かな。投げました。初球を打った。江戸川ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。なんとかなるはず。さあバッター滝本が鋭い眼光を放ちます。でビクターと滝本の打席が次また回ってきた時に勝ち越せる、そういう経験点の状態にしておきたい。抜けました。力みすぎてしまった。経験点マックスの状態を作っておく。投げた。打ちました。飛びついた。やるしかねえんだ。ライト前ヒットになった。いや藤波さんメッツ良かったっすね。見せつけます。さあ打席で全力で頑張っていただきたい。積極的に行ってもらいたい。千賀さんが投げて藤波さんが抑えるっていう未来を見たい。アランレンジャーズ外野は前進守備を取ります。お、どうだ。面白い。アラーン取るか。惜しい。サードへ送球。これで2アウト。来たスローカーブ。まずは初球。走ります。ボクボーキャッチャーさん盗塁成功。滝本二塁ランナーは三塁に進みました。いいよ。またライナーかよ。まあ、ショートライナーちょっと多いけど筋力は稼げてる。ゲームは延長に入ります。さあガルシア、この場面でちょっと敬遠むずいな。いや敬遠と同じ効果になったわ。オッケーオッケー。先発も可能性あるね。確かに、まあ、まずはリリーバーからだと思うけど、そこでちゃんと成果を見せれば藤波さんの希望の先発も今後あるかもしれん。ダーモダーモ。いや今度はどうです。あと残り2イニング、まずは同点にしないと。あ、いや代打が来て、操作来た。さあ1球目。うわでもなんか打たれる気がするこれ。ですよね。打たれる気がしたわ。マジか。5点差か。同点に追いつけばまたチャンスがある。さあ3球目。ファールグラウンドに上がっちゃいました。さあ勝負してくるのか。ストレートはボール。うわ雷怖いんよ。ハイエースまで。さあ仕留められるか。いや今度はどうです。さあこれで決まるのか。アウトコース合わせた。ファウル。投球これから7球目。打っていい。こちらナイス。レッド前5点差だもんな。いい当たりが炸裂しています。これで今日は4打数の2安打。投げた。いやそれはさすがにあかんわ。この打ち方は最悪。これは犠牲フライ取りました。ランナータッチアップ。3塁ランナーホームイン。まあ塾行ってらっしゃい。頑張ってください。チャレンジャー。おつろです。点差を4点に縮めました。ワンアウトランナー2塁3塁となりました。ここでバッターボックスは神高。まだ俺たちには神高がいるんだ。第2球を投げました。これはボール。カウント1ボール1ストライク。さあ3球目。打った。痛烈な当たり。抜いていった。三塁ランナーホームイン。水木のスライダーは確か友沢君に教わってますね。点差を3点に。ゆうてレベル2。ワンアウトランナー1塁3塁となりました。さあバッター金原真剣な表情を見せます。きついな。ランナー用意と外れた。キャッチャー2塁へ送球。さすが神高。神高大事な場面でボールを決めました。投球これから3球目。いやレベル1かスライダー。スライダーはボール。カウント2ボール1ストライク。第4球。はじめまして。こちらこそはじめまして。来てしまえ。やっぱホームラン無理だね。ボールは中継。パワフェス。あと1点。あと1点か。返しました。初見さんどうも。金原、総力が76の盗塁 B。 相手キャッチャーは猫。チャンスはねあると思う。これだーそこで牽制。よっしゃーセーフナイス。いやもうギャンブルすぎる。いやでもこれで外野ライナーで1点ある。第9投げました。よし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 。うわーリスクを取ってリターンを得る。あるぞ。猫関係なかった。いやマジで猫が危なすぎ。ただねこれちょっと辛いよこの打順。ちょっと待ってね。滝本からスタートさせた方がいいか。いいなこれ。あずも終わらせます。
筋力はもう1点差で経験点マックス。あとは変化球一人だけ。やめろってヴァンガード。初球はキレッキレの変化球に手が出ません。変化球ポイントよ、変化球ポイント。バッター動けません。絶対変化球だとか必要。よっしゃ、ボール球マシン、これめっちゃ助かった。危な、一番打ちにくいのはどの球種また降りへん。ロゼルージが一番です。友人同士、いやー感謝。1点差は超えない、2点差もまだ超えない、3点差で超える。ただこう変化球一人できれば1点差できる。落ち着いて、すっぽ抜けました。さあ次の球、カーブはボール、いいコースですが外れています。キレッキレの変化球に手が出ません。変に変化球アウトを狙う必要ない。え、取れないんか、マジか。ボールはコロリンコ。あー、守備力 D が足引っ張ったな、これ金原。入りました、15対10。さあバッター先ほどが鋭い眼光を放ちます。ここでスリーベースヒットが出れば、なんとサイクルヒット達成です。滝本まずヒットいこう。滝本早くも追い込まれています。まだ前しかねえ、まだ前る。さあ勝負してくるのか。超えろ超えろ。うわー、ブーハブ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 。ちょっと待ってね、まだ2点差超えないんだっけ。1点返しました。2点差が超えない、3点差で超える。2点差はちなみに変化球3ポイント超えません。3ポイントか。誤差の範囲でマックスもらえねえかな。ノーアウトランナー2塁3塁となります。まあ、まず同点ね。打席で社長が、かつここ社長出塁できればその後で強振打ち狙いに来る。これは見送ってボール、フォアボールでもいいよ。コーナー攻めてきます。バットを出しません。ボール、ツーワン、バッティングカウント。どうだ、ナイスナイス、同点。こっからか、もう一人耐えるか。3点差でホームラン、経験点マックスチャレンジ。さあ1球目、クレッセントムーンはストライク。まずは様子見です。投げた、もう延長11回の裏、延長は12回まで。外れた、ボール、あとアウト6つ。サヨナラのチャンス、ノーアウトランナー、ボール球、内角ボール球、打った、内野ゴロ、三塁へ送る、三塁へ戻れるんでーす。ナイスチャレンジャー、チャンスが続きます。あと残りアウトは6つ。これ戻れたんでかいな。滝本ないな。ノーアウト満塁となりました。高校生らしからぬいでたち、落ち着いて、落ち合いが打席に立ちます。危ない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 、タイミングもずれてる。ボールカウントはノーボール2ストライク。落ち着こう。パワーフェスチャレンジャーズ、さよならのチャンス、ノーアウト満塁。いや、そのクレッセントムーンは強い。ワンアウト満塁です。バッター、それだけに試合を勢いづけにかかります。見送ってボール、わずかに内側、低めギリギリいっぱい、ストライク。反り待ちか。第3球をアウトコース低め、ストライク。まあ、正直ゲッツーじゃなかったら何でもいい、キワに任せます。燃える球児の直球勝負、キワ嵐。いくぞ、チャンスへ発動、パワープラス10。ちょっとね、バツだバツだ。変化量一旦確認します。第4球を外角高め、ストライク。バッター追い込まれた。分かんなかった、スクリューの変化量。一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。落ち着け。バッター軽井沢、華麗な足で出塁を狙います。パワーフェスチャレンジャーズ、内野陣はゲッツー体制。次はどう攻めるのか、内角ボール球、つかみました。三塁送球、パワーフェスチャレンジャーズ、ピンチが続きます。アラン・レンジャーズ、どうやらここは外打策に出るようです。打席には代打が入ります。
絶対変化球は投資。でもそのプレッシャーよ。決めろ。やばい。あぶねえ。ナイス。あー救われたこれ。取れました変化球ポイント。1点差でいける。逆に1点差。 1点か。まずは二塁牽制。二塁タッチはセーフ。落ち着いてね。金原はまず変化量投げました。よいしょ。ちゃんと確認します。まずは様子を伺います。アウトハイ決まってストライク。シュートも確認。さあ外してくるのか。お打ちました。いやー怖っ。パワーフェスチャレンジ。さあ1球目投げました。ボール外れた。カウント1ボール。投球2球目投げました。内角低め。頑張れ東。第3球を投げた。いやーもう緊張してきた。貧血状態やこれ。二塁牽制。二塁セーフ。第一も吠えた。投球これから4球目。頼め。おどうだ。いやガルシア。ガルシアそれやめろって。ボール投げる。これで2アウト。マジ。ランナーそのまま一塁二塁です。さあビクターがガルさんそれマジっすか。第2球投げた。よっしゃー超えたー。ダイレクトで当たった。うわー守備範囲ガルシア超え。グランドチャンピオンの座に立ったのはということで 1.1 倍ボーナスで全経験点マックス達成。ありがとうございます。キレのコツゲットだぜ。うわーリモコンなしアランセン乗り越えた。あんだけイニング飛んで5回表の投球操作の時に、え6回の表か。6回の表の登板の時にまだ変化球7ポイントしかなかったのに。ああ乗り越えることできた。ありがとうございます。大地の勝がいた。うわキャッチャーが来た。デイタに気圧感来てくれました。ありがとうございます。はあこっからリモコン使える。いやーもう来てくれてよキャッチャー。ええ威圧感大幅補強じゃん。ワンワン大地めっちゃ吠えとるけど。ありがとう。行くしかないっしょこれ。ここで引けるデイタニキ。ちょっと待ってね。精密機械優先からタイトル的に。ちょっと待ってね。どうしよう。とりあえず折り辺下げて。技術がやばいな。変化球じゃ精神が。いや技術ポイントか。技術ポイントが249ポイント。コツレベル2の低めまでがあってもこれか。技術がつらい。コントロール1段階下げる。あそっか今とりあえず一旦下げとけばいいんだ。そうすればドクター K も取れますね。精神なんだかんだ言って余るか。根性取っときます。いやー根性よりもむしろ投資の方が欲しいかな。先に投資は強い。前回もラミーちゃんから金徳全権。ラミーちゃんからコツ全開いらないんですよね。取っとくか。変幻自在と内角無双ちょっと分かんないけど、まあ取れたら取りたいですね。技術ポイントがとにかく高い。まあ、とりあえずリクエストだったまずは、ドクター K と、ドクター K じゃない、精密機械と変幻自在、これは絶対取ります。いや先に変幻自在取っといた方がいいんかな。いやでも精密機械変幻自在ボス戦でより強いのは変幻自在の方。やっぱこっち先取るか。ワンオッ両方取っちゃった。き
っと大丈夫、ピンチも A にして。全開か、マジで全開どうしよう。まあ、取るか、こんな感じかな。で後でコントロール S まで上げればいい。やっぱ技術だね。まあでも今回ビクターと金原イベントを起こしに行ったんで、技術ポイントはニセプロクロンで精密機械取るよかは80ポイントぐらい上です。今回稼いだルートですよ。さあ行くか、ラスボス戦ファイトあります。ようやく初めて使えるリモコン長かったリモコン全開で今回するまあ、キャッチャー A だしピンチ A だし大丈夫でしょう。信じたいこの気持ち。いや落ち合い外そう。でダブルアズマって言ってたよね。前回ねラミーちゃんからコツもらってしまう可能性あるんですよ。それが怖くて一旦外しました。やつ感外すのもったいないけど、まあでも言うて2枚いるからね、やつ感ね。いやー、アズマを並べたい。アズマさんを並べてしまったよこれ。いやーでも落合さん行く？もったいないかな。滝本外して落合？いや、ここ最近そこまでスタミナ削り問題ないから多分大丈夫だと思う。これで行きます。スタミナ削り的にはヤツ感2人で十分だと思う。いくか、うわスタミナ削れてねーってあと10分後に言ってそう大丈夫ですかね頑張ります。真のグランドチャンピオンを決めようではないか。やばいよやばいよやばいよの次は東×3、いや東さん×3。さあもう一度6イニングチャレンジかつ東チャレンジですね。1番から3番がオール東、1番から3番がオール東なんです。これで頑張ります。うわ精密機械、チェンジアップが142キロ。よしよしよし、タイミング崩されてる早いのか遅いのか分かんないボールになってるぞこれ。ナイスチェンジアップ、ナイスチェンジアップ。はあ、ようやくアウト、いい感じに取れてますね。球数もだいぶ節約して、まあ投げれるようなイニング投げれるようなピッチャーにしたいですね。セリーグ昨シーズンナンバーワン完投ピッチャー、完投数4、ゲッツーうますぎっすね。いやこんならダメです。メジャーの投手のチェンジアップの球速、東さんメジャー仕様になってるこれ。ファイヤー、東さん惜しい、大地がめっちゃ吠えてる。東がアウトになっても
第3の東がいる。大地もうちょっと待ってね、今天気がいいからめちゃくちゃ外に行きたいんだろうな。もうちょっと待って、この試合終わったら終わるから。第3の東で草、第3の東がそこにいる。飲まれるがいい、ちょっと待って、全然球数投げさせることできてない。あれスタミナ、バルミさんの高速チェンジアップも140キロを超えてる。そんな感じで球速帯いろんなボールがあればバッターとしたら対策難しいですよね。入射角を修正、チェンジアップどんどん投げ込んできます。あ、惜しい。よっしゃ、シングル止め、ナイスナイス守備で、ランナーが出て操作継続からのゲッツ強2イニング連続ゲッツ、いいね。東さん、東が投げて東が抑えて東が送球してファーストに送ると、えへへ。低めにちゃんと投げ込んでちょっとゴロアウトを取ってゲッツ、いやできてる。エクちゃんを連れてきたい。オールゼフ長、相手の威圧感も発動しない。いやそれは強すぎ。データじゃ走るんきついか。そうだよね、この試合スケスケゴークルなかったわ。まあとりあえず1回の表あんまり、1回の裏あんまり削れなかったスタミナをこのイニングで削りたい。目標はスタミナ残り4分の1。よし、ナイスカット、威圧感バッターでカットでかい。そして大地がずっと吠えている。いやフォアボールでよかったかこれ。いやそれなんですよね、デニキシュートとかスライダーとかでも多分3投苦しいですね。カーブかギャラクシーだったらワンチャンあるかもだけど、まあ無理はしないです。これで残りスタミナ半分。パワーカーブ、うわー怖いね。いい守備範囲、まあいっか。三塁行って二投で経験点もらおう。大丈夫。ただ反町ヒット打たんと残りスタミナ4分の1まではいかない。よしよし、ナイスヒット。金原イズルン、イズルン頼むよ。粘りまくって残りスタミナ4分の1までいきたい。いいよ、残り3分の1。からめっちゃカットしたい。さあ頼むよ、カット、ナイスカット、カット、ナイスカット、カットできなかった。いや十分十分十分、エクサイティング。8球投げさせたんか。いや十分です、残りスタミナ5分の1。さあ東からの打席、東出塁できればこのイニングで交代あるね。金原が9番、さぞ強い打線なんやろうな。2番が東、1番から3番までオール東。いや無理か。
なんでファーストランナーにタッチなかった。キャッチャーにわざわざボールを投げるお相手さん。感じるぞ、宇宙の波動。宇宙の波動を感じるぞ。さっきヒット打たれてるんでここ要注意ですね。あずまさんスタミナ消耗全然ない。多めに見よう。いやいいよいいよいいよ。カーブが120キロぐらい、スライダーが130キロぐらいで、チェンジアップが140キロ。いろんな球速帯が用意されているあずまさん、これは強いぞ。変幻自在やまさしく。このハイテクソリューションを見よ。メジャーリーガー。いや、いろんな球速帯を用意することによって相手にゴロアウトをたくさん打ち取ることができる。そうしたら球数少なくなるしね、完投数増えるよ。大地ワンワン泣いてます。オッケー。チェンジアップの使い方がほぼ縦カット。ある意味カットボール。相手の芯を外す。トウ。いいね。3回と3分の0でレーブ解散にチェンジ。球速分けて投げられるってだいぶすごい。ですよね。いろんな球速帯用意してるピッチャーで思い浮かぶのがダルビッシュさん。なんか遅いカーブと速いカーブとかも使い分けてた気するし。いや本当にダルビッシュさんはすごい。スタミナ削りめちゃくちゃいいペースなんじゃない。7、8、9、3人でカット打ち狙える。いいよ、ゴリゴリ削ろうスタミナを。かたやこっちのスタミナはたくさん残ってるし、いいぞ。指先と肩肘の使い方がめちゃくちゃ器用。まあじゃないとそんないろんな球速帯用意できないですよね。さあカットチャレンジ、ワンカット。うわい、それは届かねえ。一番最悪の失投の仕方やないか。よしよしよし、いいよ。ワンアウトだけしか取ってないのにスタミナを 20% 近く削った。全力で投げて130キロの星野伸之さん。まあでも彼スローカーブすごかったから。よっしゃ、ナイスカット。だね、ちょっと大地ずっと待ってますね。今日ね置いてかれたいよ大地。大外連れてけーってずっと泣いてます。後で連れてってやるからな、待っとってくれ。ナイスチェンジアップ。ちゃんとね追い込んだら奪三振もアウトか発動するんです。お強い。このハイテクソリューションを見よ。連れてけ、ファンの一連の流れ。いやー配信始める前さ、もう連れてってよって感じでちょっと自分の膝のところに両手置いてさ、ずっとなんかこうクン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 言ってたんですよ。でも今日ねちょっと大地連れていけないところだったから、大地はお留守番。仕方なかった。前在確か8回途中までピッチングやったこともありません。懐かしい。2イニング。レブさん残りスタミナ半分。いやだいぶいいんじゃない。
1回と3分の1で残りスタミナ半分か。いやこれはナイスだ。現在は先発しか使えない。リリーフで投げさせると4球ぐらいで終わってしまう。東さん東さん5イニング投げてまだ緑ゲージ。片谷レイブさん2人目なのにもう黄色ゲージ。東さんまあさすがに2番東さんはきついわ。東が終わってもまだ東がいる。いやえぐいな。ガジェット落合さんいらなかったね。まあ多分ガジェット落合さんいたら今頃スタミナ赤ゲージいってたと思う。まあでもこのペースやったらもう十分ですよ。ナイスヒット。このハイテクソリューションを見よう。いよいよ。無に帰れ無に帰れ。まだギャラクシーゼロ結構変化量ありますね。うわ、いや2点取るか。いける？きつい？うわ、大地声が枯れてきた。大地ちょっと待って、あと30分ぐらいなんや。昔さ映画を見に行ったんですよ。大地置いて帰ってきたらね、大地の声がめちゃくちゃ変わってましたね。完全に声がかすれてて、どれだけ泣き続けたんだろうって。一球でチェンジアップアウト強っ。はあ、いけるなあ。いよ、いろんな球速を使える。3球勝負精密機械。よいしょ。まだ半分残っているだね。ほんとずっと泣いてますね。どこにおるんやーって多分泣いてるんやと思うけど。大地こっちおいで。来ない。いやオッケー。いやまだ来てないですね誰も。普通に外に向かって吠えてます。うわ、ここしばらくで一番吠えてるな大地。そのハイテクソリューションを見よ。あ、もうバツしてる相手。目を潰し。うわ、ここからはヒットを打ち続けたい。落ちろ。あぶねえ、ナイス、ギリギリ。今の当たりでギリギリ。シャーウエストセーフ、ナイス。ゲーム配信は自分の部屋っすね。大地はちょっと離れた部屋にいるんだけど、普通にここまで聞こえるってことはかなりの音量で泣いてる。東さん強心打ち。まあパワーがちょっと B 以上だったら強心打ちいけるかも。東さんナイス。東さん自援護。え、ツーアウト。自援護ならず。やば、やらかした。はい、ボールヒット。よかった。いやー、元は取れました。
マジか、あそこで走塁死するか。バツでも鬼は変わらないレイブさん。衝撃に備えよう。いや、ハイボールヒッター強かったですね。いや、これはいけるか。いや、いける。オッケー。ナイスです。技術上のジエンゴ、いやもう自分でホームを踏む、大事大事。滝本さんパワー S、 絶好調とチャンス B と投手やつ感で差し引きパワープラマイゼロ。な、いやーバットの先か。いや OK です。アズマさんの体力がたくさん余ってる件について、いいよ。チェンジアップマジでゴロボールになってる。どれだけ内野ゴロを生み出してるんだこのボール。惜しい。ナイスファインプレー、2球でアウト。いいよいいよいいよ。チェンジアップでだいぶ球数節約できてる。完投いけるぞこれ。エース東さん、まあ、社長のファインプレーも良かったですね。社長守備力81、お強い。これでマスター、なんだと、ど真ん中でお願いします。しまった。2失点ぐらいしても経験点マックスいける状況を作ろうか。あと1点取ったら2失点しても OK。 2失点はランナー出してホームランですぐあるんで、ほんと気をつけよう。オッケー。シークエンス開始。すげえな大地、30分ぐらいずっと吠えてる。このハイテクソリューションを見よう。よし、ナイスヒットエンドラン。大地が吠え続けるパーフェス。いやナイス、5点差。シリウスのように輝いてみせよう。いいよ、ヒットエンドランナイス。6点差。大地のアイコンを、画像をどっかに出し続けるか。よっしゃ、今度こそ。いや欲しい。どう？いける？え、今度こそジエンゴ。ジエンゴ東さん、こんなにたくさん投げて、こんなにたくさん走って、東さんが活躍してる。ダブル東さんが活躍してる。大地に吠えられすぎた作成会。東勝樹、東投手いいね。止まんねえな。ということでさすがにもう撤収しよう。大地のために早く終わろう。このハイテクソリューションを見よう。よいしょ。いや怒ってますね。起きたら誰もいなくなってて連れてもらえない。いいよ、内野ライナーナイス。東さんが打って、東さんが帰って、東さんがホームラン。いや東さんがみんな活躍してる。いやいいよ、もう芯外していこう。これチェンジアップだけストライクゾーンに入れます。かすってるさっきから。
メイジングいやー、チェンジアップ楽しい。アランセンバンガードにチェンジアップ打たれたけど、変幻自在つけてからえぐいことになったね。やっぱ変幻自在って強いんだな。ということでありがとうございました。最多勝チェンジアップ。玉はいらんかな、ラミーちゃん。いやでも全試合経験点マックスありがとうございました。あー終わった。120キロ台のカーブ、130キロ台のスライダー、140キロ台のチェンジアップいいぞ変化球。いやドラッカツ、熱盛ベイ、ワンダフォー、ありがとうございます第一もワンダフォーって言ってるいやーもうアズマフェスティバルっすね。アズマさん、トリプルアズマフェスティバル。いやでも本当にさ、最初に言ってた通り、アズマオシアさんがスカウトできてトリプルアズマできると思ってなかったありがとうございました。大地が荒れてるそういうこと。総監督の激励アズマ暁だね。もうホエーマクール大地フェスティバル。打たれ強さ B の、ちょっと待ってね、リリース取った、伸びが C、球速安定、対ランナー丸ぐらいかな。リリース丸は取ってないか、まだ取ってなかった。リリース丸取って、中継ぎ適正がレベル1、ここまでが確定。うん、これで東さんが持ってる公式能力のものは全部取れた。いやー、オリヘン取っちゃうとあれだな、だいぶ解けるな。スライダー取っちゃうとキレが取れなくなる。キレよりも変化量、これキレ取っちゃうとね。あ、ドクター K まだ取ってなかったんだ。ちょっとごめんなさい、リリース、あ、もう取ってるか、ちょっと待ってね、どうしよう。チェンジアップか、チェンジアップやめて、ドクター K で変化量を上げよう。内角無双いけんね。立ち上がり丸、いやー変化球ポイントもったいないな。ここでスライダーなもんか。いや筋力がもったいねいやどうやったら筋力使えるんですかこれ。とりあえずスタミナ100。え、なにこれ有り余ってる筋力。足上げよ。いや街道取っちゃうとちょっと技術、変化球が逆に余っちゃいますね。どっちかだわ、変化量を上げるのか、それとも変化量を上げずに街道を取るのか。185ポイント、もう他にまた取れなくなるものがある。ちょっときついかな。いやドクター K 取れなくなるのはさすがにあかん。ドクター K は欲しい。やっぱこっちか。うん、やっぱオリヘンあげたいですね、せっかくのオリヘンだし。どうしよう、どうせやったら総力です、これかはい、ということでちょっと筋力消耗、ね、消費しきれなかったけどね。まあこれでいきますか。ニックネームが、あ、カツキ、キが違う。どうしよう、
ワンコ吠えまくり、アズマフェスティバル。ワンコ、ワンコ、犬、ドッグ。いや、難しいな。アズマ三人衆だったもんな。わ、もう大地待って。はよ名前決めろって言ってる。アズマ三人衆フェスティバル。トリプル東ドッグラン。トリプルアズマドッグラン。なんだその語呂の良さは。それにしますか、トリプルアズマドッグラン。まあ確かにアズマさん走ったしツーベース良かった。トリプルアズマドッグラン。いいネーミング。ワンワン、背番号が11番で、出身地はいつも通り富山、そして生年月日はいつも通り作成日にします。 OK。 あ、熱36度台まで下がってよかったです。いやでもその熱の、まあ、6度8分はちょっと気をつけてくださいね。まだ体が戦ってる。お大事に。はい、ということで、トリプルアズマドッグラン。まあ、アズマ三人衆、かつ大地吠えまくり、ボス戦。なんとかね、クリアすることができました。まあ、アズマさん、全然スタミナ余ってたし、このチェンジアップでめちゃくちゃゴロ。まあ、特に、球数あんま投げてない状態で、ストライクカウントは早い状態からのゴロアウトがめちゃくちゃ多かったです。とにかく球数少なかったっすね。まあ、精密機械変幻自在ドクター系もあって、いい感じに抑えられるようなピッチャーになったんじゃないかなと思います。はい、ということで、またよかったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。いやー、大地お散歩行ってこよ。まあ、ということで、またよかったらね、次回もよろしくお願いします。よいしょ。まあ、ちょっとオペラ回して、大地あと少し待ってくれ。いやーでも走れるぞこの東さん。言うたらスリーベースもあるぞ。外野前進からのスリーベースヒット、何本かやってってほしい。オペラもあるのかよって大地吠えてる。待って待って待って、わお。ちょっと大地を膝の上に持ってきたい。どこだ東さん。トリプル東ドッグラン、あった。まああとはバウアーさんのがどこに行くかか、そこちょっと心配だな。メジャーは果たしてあるのだろうか、それとも日本球界なのか。 OK、 ダイソー要員もある。よいしょ、ちょいすいません。大地をね、取ってきます。持ってきます。失礼します。はい、大地持ってきました。マイクの前におるんだが、大地なんか言って。声出さんと大地、マイクの匂い嗅いでる。大地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 。はい、チュッチュありがとう。はい、大地、これキャプチャーで大地の顔映したいな。まあ大地がね、はい、膝の上に乗ったらもう元気です。よいしょ、大地くんって呼んでるぞ大地。ほい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 、おい肩乗った。
はい、肩に乗って落ち着きました。よっしゃ、これで一安心。よいしょ。うちの子ね、肩乗るの好きなんよ。大地くん生出演。よいしょ。まあ、大地の音入った?いやー、寂しかったみたいだね、大地。落ち着きましたよ。よいしょ。と、気づいたら、横浜が、どうなった？お、第8戦来た。横浜第8戦。大地が来た瞬間優勝。そして第8戦。え、誰？先発ピッチャー。どうや。トリプルアズマドッグラン来た。さあ、どうや、アズマさん。チームを勝利に。導いていく。うわー、日本一ピッチャー来た。いや、めっちゃ打たれとるやん。どうなっとん、これ。ちょっと待って。アズマさん?6イニング投げて、まあ、自責4か。ホームラン2本打たれてる。ただ、それ以降がちょっと、また4失点して、合計8点。いや、ソフトバンクの打線すごかったみたいだな、これ。まあ、優勝に導いた勝利投手ということで。はい、ということで、アズマさんのね、成績見てみます。76勝63敗。76勝のうち、強、先発防御率 2.22。 いや、阪神の 2.59 とか、広島の 2.61、 中日の 2.64 もえげつないんだが、先発防御率 2.22 やばくない？ 6 イニング投げて 1-2 失点しかしてない。来たぞ、これ。ほら、大地見て、これ失点411だってよ。少な。それに対して、あ、阪神打点良さそうだね。あ、巨人が424打点。よいしょ。さあ、大地がもそもそと動き始めた。月間 MVP は6月、8月、9月。9月でいく？防御率 0.28。6月防御率 0.00。 よいしょ。ノーヒットノーラン。日産だけかーい。ノーヒットノーランは東さんちゃうんかーい。ドッグランしてる。防御率えぐすぎ。いやー、リアルだと村上頌樹くんがね、防御率最優秀防御率ナンバーワンでしたけど、東さんこれ逆転できましたね。防御率 1.39、 200イニング、200と3分の1で12勝5敗。逆に最多勝は、最多勝と最高勝率は逆に取られてる。7完封、8完投。いや、村上頌樹くんもえぐいぞ、これ。222奪三振。奪三振率それでも 9.97。 2桁いかないんだ。はい、こんな感じっすね。ウィップが 0.89、 自責点が31と、めちゃくちゃハイレベルの争いしてたみたい。高橋宏斗くんも防御率1点台。防御率1点台が6人。いや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 、おかしいって。それ規定投球回到達ピッチャーが17人。半端な。ちなみに野手ランキング、あー、でもそれでも2割9分2厘打ってますね、サトテル。マキさんも打ってる。おー、横浜結構打ったね。村上くんが OPS で2位。お、サトテル OPS ランキング1位取ってるわ。岡本さん、マキさん、丸さんと続くと。まあでも全体的にやっぱ OPS 低いね。これは防御率1点台がこんなにいると、そりゃそうなるか。大地くん、人泣きファンサービスしてくれないか。大地、もう一度マイクの前。ほら、大地。大地の、大地、鼻息でも何でもいい。音を出すんだ。ダメみたいだ。動かない。よいしょ。はい、ということで。最後はね、大地を膝の上に乗せて、大地と共にお送りしました。よいしょ。
ということで本日この辺でね終わりたいなと思います。いやー、2日間にわたる東さん作成、まあ最後は大地と共に癒されながらね配信できてよかったです。またよかったら次回もよろしくお願いしますということで、おつ空でした。失礼します。バイバイ。おつ空、おつ大地、ありがとうございます。失礼します。